当時の平壌府の地図木の見林里のそばにある。騎士領は、平壌の牡丹台に存在していた墓。騎士は、中国陰王朝の政治家で、中央の叔父にあたる。未国に封じられたので、騎士と呼ばれていた。州王朝の創始者である武王が、陰王朝を倒すと騎士を招兵して政治について問い、そのあまりの外白さに驚嘆し、武王は騎士をあがめて、過信とせず、 朝鮮に封じた。朝鮮公騎士は、陰王朝の移民を率いて東方へ赴き、礼儀や農事、養蚕、旗織りの技術を広め、また藩、金八条を実施して、民を強化し、騎士朝鮮を建国した。儒教を信奉する高麗以降の両藩にとって、騎士は朝鮮を強化した偉人として検証されることになり、騎士朝鮮の首都だったピョンヤンに、 騎士にまつわる遺跡が作られた騎士領もその一つであった。後来やり朝鮮時代は騎士信仰が盛んであったが日本統治時代の前後の頃からは民族主義の高まりによって段訓に対する崇拝が起こり朝鮮の建国者としての地位は段訓にとって変わられ建国の起源を古代中国に求める騎士信仰は次第に捨てれていった。ただ、それでも 当時のピョンヤン府の継承地として多くの観光客が訪れた。1959年、北朝鮮政府は、騎士領を、封建的支配階級の時代主義の産物であり、朝鮮民族への侮辱と断ずる、近日世の指示によって騎士領を破壊し、その後地は外戦青年公園となった。ありがとうございます。